そういうことでね、グローバリズムはいかにね、自分たちの利益だけを図って、そして国民を無視してるか。で、問題はですね、敵がグローバリズムというとんでもない存在だということをね、我々ダボス会議とかいろんな話聞いてるけども、でも分かっていてもね、これをね、今の政治がここにね、従属してることなんですね。もう完全に従属しちゃってる。岸田さんってどんな人かってね、茂木さんとも議論しましたよ。自信のない人だって言ってましたね。自分に自信がない人はね、人の言うことをヘコヘコ、ね、振り回される。で、そしてね、怯えてる。アメリカの奈良の事件の後、怯えてる。アメリカの提督に怯えてる。何されるかわからない。だから LGBT も投資し、ね、43兆円の防衛費もアメリカの武器を買うためだと言い放ったし、ね、韓国との間の関係も良くしたし、バイデン君は韓国トップの利権を持ってますからね、LGBT の利権も持ってますからね。そして防衛といったらね、バイデン君のバックにいる軍産複合体ですから。そして民主党のバックにいる軍産複合体は東アジアの中国の脅威をバーッと煽り立てて、たくさんの武器をね、日本にも交わしているとね、この構造の中でバイデン君に従っているのが岸田さんです。自分に自信を持ちなさい。日本の総理大臣なんだから安倍さんを見てください。安倍さんだってね、自分の命を超えて国を守ったじゃないですか。トランプさん見てください。今命懸けで戦おうとしてるじゃないですか。自分の命よりも守るものがあるという人たちが本当の政治家ではないですか。ね、自分が本当の政治家として名を残したい。ここですっぱりとお辞めになった方がね、私は身のためだなというふうに思いますね。ところが残念なことにね、じゃあ彼が辞めたら誰がなるのっていないんですよ。いや、いろいろ議論するとね、トランプさんとやり合えるのはね、麻生さんぐらいだって話があって、麻生さんの世代までいかないというダメなんですが、その下のね、世代は誰もいないって言うんですね。で、これが私ね、残念たまらない。まあ、高市さんに期待する人もいるんですけれども、でも高市さんどうもね、慣れそうもないですよね。いや、わかりません、私ね。政治のことわかんない。ね、加藤勝信さんって声もあったけどね、わかりませんよね。国民的人気はそんなに大事ですね。で、そういうね、本当の意味でのね、特にトランプさんって、人を見抜きますからね。いい加減なこと言ってたらいいこと聞きません。いやーね、太陽光を敷き詰めるんだってね。で、それ向こう側とね、シェイシェイって言ってる人もいるしね。そういう人の足元見ちゃって、なんだこいつだいうこと言ったらですね。ちょっとね、目を上の方にしながら、長い間、自分の理屈をわーっと言ってるね、人気ナンバーワンの方がいらっしゃるんですよね。多分ね、トランプさん耳傾けないと思うんですよ。うるせえ、ね、結論を一言で言えってね。ね、だからね、トランプさんとまともにできる人がね、正解にいないんですよ。これがね、大変残念なこと。で、そんな話をね、茂木さんとの対談見たかったんでいらっしゃると思うんですよね。あの時にね、いませんねって言ったらね、いるじゃないですか。松田学もいるじゃないですかって言ってました。いや、そこをよく言ってくれたなと思いましたけどね。いや、私だったらやりますよ。ね、だけど、総理にすぐになれないだけで。でもね、そういう政治家をね、出せてこなかったことがやっぱり情けないと思いますよ。自民党が何をやってくるのか。本当は政党の役割って、その国のね、リーダーを育てることにあるんですよ。自民党何十年にもわたってこれに大失敗したと思いませんか。残念なことに。なんで安倍さんの後ね、まあ菅さんのことはちょっと置いといて、なんで岸田君なのね、あれだけ日本の国をこうやってね、いい方向に持っていこうとして、途中で倒れたんですね、それを告げる人がなんでその後出てこないんだ。で、告げる人たちは全部今抹殺されたというのはないんですか。告げるかもしれなかった人たちは、なんとかの宗教団体の話とか、政治と金の問題で全部そっちの方にやられましたね。だからそういう人たちが、我こそはと思う人たちがいるんであれば、自民党抜け出てくればいいんですよ。そして新しい政治勢力作らなきゃいけない。これ実はね、そんな簡単なことじゃないんですけども、でもね、日本で今やんなきゃならない。それですよね。まあ、参政党がそのための一つの布石になるってこともね、あるかもしれないなと思ってるんです。
で、そうやって、本当にトランプの時代になったら変わりますので、その時にね、茂木さんとね、議論してね、私もね、これはなるほどなと思ったんですけど、やっぱり避けられないのは核の問題なんですね。これについて、核の問題もタブーだから、私昔政治家を始めた時にですよ、二つ言われました。自民党の大先生から、当時、立ち上がり日本、石原慎太郎さんと一緒に話しました。松田君ね、街頭とかそういう場所で喋るときに、増税の話は絶対やっちゃダメだよ。だからもう一つ、核武装の話もダメだよ。って言われたんですね。もう増税の話だったら私絶対しません。減税の話しかしませんけど。でも核武装の話、本当にね、真面目に議論しないと、政治家として無責任という時代が来ちゃいました。中東諸国は今どんどん核武装をしているんですね。イスラエルはもう核を持っていますね。で、これからイランが本当に核武装をするかもしれない。それからサウジアラビアがアメリカと安全保障協定を結んで核武装をするかもしれない。そしてトルコはいずれね、イスラエルと対抗するために核武装をすると言われています。そしたら世界が大変なことになるかどうかなんです。実はインドとパキスタンがアメリカに断りもなく勝手に核武装をしました。おかげでインドとパキスタンの間で紛争が起こらなくなりました。つまり敵対大国同士が核を持つと戦争が起こらないんです。自分の国は変えなくていい。で、今、中東ではイスラエルしか核を持っていない。そしてイスラエルではネタニヤフ政権が、もうね、強硬派を抑えられなくて、で、パレスチナ人、ハマスじゃないですよ。パレスチナ人を殲滅させるという目標を掲げている人たちが、ネタニヤフ政権を誘致しています。やめられないんです、戦争。で、これエスカレートするときに、イスラエルが最初に核を使ったでしょ。でも、イランが核武装したら、イスラエルも核をね、使えませんよ。サウジが核武装したらね、使えません。特にイランが、ね、核武装したら使えません。結局これ何を言ってるかというと、日本の周りには、ロシアと北朝鮮と中国という核を持っている。しかも北朝鮮と特に中国の核ミサイルが日本向けて、ものすごいたくさんの核が配備されていて、民衆を火の中に連れ込むことができるんですね、実際に。日本が一番危険なんですよ、これ。で、この現実をね、直視しない政治家は無責任ですよ。国民の命を何とも思ってない政治家だと言っても過言ではありません。もはやね、核武装の議論はタブーではありません。ただ、日本の国内に核ミサイルを持ち込むってことは、これはちょっと無理でしょう。核実験もできないでしょう。私は昔から、遠い海の底で潜水艦から、ね、降伏できるようにするということを言ってました。で、この間、茂木さんが言った話で、なるほどと思ったのは、潜水艦を何隻か作って、東シナ海とか日本海の海の深い国のところにいつも忍ばせてる。で、そこから核ミサイルで報復できるようになっているかどうかは、あえて言わない。うやむやにするんだって言ったんですね。うやむやにするだけでもね、相手はこれね、もしかしたら報復されるとなると、日本に核撃てないんだ。なるほどね、と思いました。で、こういうことも含めて、どうするのか、最近どうもですね、電磁波で日本を守るという、こういう、ね、研究が日米で進められているようなニュースで流れてました。核を撃たれても電磁波で、その核ミサイルの電気系統を故障させて無力化する。まあ、こういう話は昔からあるんです。だけど、サイバーセキュリティを昔研究した私からしますと、技術をどんなに進歩させても、防衛のために技術を進歩させても、日進月歩で、もうあれなんです。相手が防御を高めたら、それを超える技術を開発するんです。で、こっちがそれを超える技術を開発したら、向こうがさらに開発する。もうね、いたちごっこなんですね。で、これもそれも大事なんですけども、でもそれだけに頼ったらね、やっぱりね、古典的な、やったらやり返すぞっていう体制作るしかないんですね、これ。国民の命が大切なら、日本民族をね、将来にずっと私たち受け継いでいくためにはですね、日本を守るためにやっぱりそれしかどうもないんじゃないかなと。こういう議論をですね、今国会一番しなきゃいけないんです。で、もしかしたらね、総選挙いつになるか分かりませんけども、もしかしたらトランプが大統領になった後かもしれません。バンスがなった後かもしれません。その時に国民に問うべき重要なアジェンダってこれかもしれないんです。いや、そうじゃないといけないぐらい重大な差し迫った問題ではないかなと
と思います。結論はみんな国民が選ぶことだと思いますね。これは憲法だってそうですね。憲法だって自民党はなんかね、自衛隊を置くというね、あのもので妥協して、自衛隊といった警察組織を、ね、高級化する。そうじゃないでしょう。日本を守るためにはね、やっぱり軍事力を持たないと守れないでしょう、今。ということで、国民がみんな納得しないとならない。ところが残念なことにね、台湾有事は日本の有事であると言ったら反発する国民がまだたくさんいらっしゃるんですね。台湾有事って日本の有事じゃないですか。台湾有事が日本の有事だと言ったら中国に攻撃される。日本の国民をね、危険にさらす発言。安倍さんはそういう発言をしていたなんてね、そういうことを言ってる人がいるんですよ。だけどね、火の中に連れ込むって言われてるんですよ、日本は。台湾有事が日本の有事でないわけがないじゃないですか。日本の輸入するエネルギー、あるいは食料、90% は台湾海峡を通じて入っていきます。あそこが封鎖されたら、日本人は飢え死にしちゃいます。台湾だけじゃないです。ホルムズ海峡だってそうですね。イスラエルとイランが本気になって戦争したら、ホルムズ海峡を封鎖されたら、日本はロシアの制裁で 90% を中東地域に原油依存してるんですよ。めちゃくちゃ危うくなってるんです、私たちは。ロシア制裁をしたわけでね。そういう状態を危機だと言わないんですか？危機だと認識させないんですか？これは日本人、殺戮計画みたいなもんじゃないですか？そういう議論をするっていうのは。そろそろ本気になってね、多くの国民が目覚めないと、私たちの子供に国残せないんです。というところまで来てる。これをね、ちゃんと我々言っていかなきゃいけないと思います。そして今日は暑い中ね、聞いていただいて、最後にね、やっぱりね、私、茂木さんと議論してもそうだと思ったんですけども、自尊心が大切だと思います。私たち、生まれて育って学校に行って、日本は悪いことした国なんだ。中国大陸に対して常に謝らなきゃいけないんだ。アジアに対してね、とんでもないことをした国なんだっていうことは教わるかもしれませんが、日本の国がね、世界で一番長い天皇家というものをいただいている国である、世界一で歴史のある国であるっていうことは一回も教わりませんね。そんなこと言ったってね、科学的根拠ないじゃないか。今の天皇がね、何代の天皇であるとか2000何百年とか言ったってね、科学的根拠はないじゃないか。違うんです。科学的根拠なんていらないんです。自信というのはそういうものじゃないんです。自分の国に対する信念なんですね。でそれを子供たちに教えないと。自分の生まれた国が素晴らしい国だと、もう根拠なんてなくてもいいんです。どの国の国民だってそうなんですから。日本人だけそれがないんですから。日本ってどんな国なのかということを子供に教えて、子供が自尊心を持つ。そこからやらないと、メディアの報道おかしいじゃないかと言える国民が育たないんですね。多分ね、時間の問題だと思いますけどね、今のご高齢の方々は、今日来られてる方々はね、もう自覚のある方々だと思うんですけども、新聞とテレビ、ほとんどテレビに影響されている世代、あの世代の方々が徐々に減って、若い人たちが増えていくと、マスコミに言ってることは嘘ばっかりだって分かってる世代が、増えていくとね、我々の時代が来ると思いますけれども、でもそれ待ってられないですもん。もうご高齢の方々自らですね、テレビなんか信じないというふうにどん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 なっていただいて、そして本当のことをね、子孫に伝えていこうと。そして一番伝えてほしいのは、子や孫の皆さんに日本の国の誇りを伝えてほしいと思います。で、日本は何のために戦争を起こすことになり、何のために戦って、どうやって戦後の平等な秩序を作る、そういうことになったのかとかね、そういう話をね、ぜひしていただきたいなというふうに思います。そして自尊心があれば経済なんて良くなります。自然になります。私たちは自尊心がないから、アメリカの言うことが正しいということで構造改革なんてやっちゃったんですよね。あれアメリカの資本を儲けさせるためにやってるだけですから。私から見たらね、見事にやりました。郵政民営化もそうですね。我々郵政民営化を元に戻そうなんてことを党内に検討してますんでね、郵政民営化おかしかったと思う人はね、賛成と注目しておいてほしいなと思いますね。で、もう一回ね、公というものをね、日本の公というものを見直そうと、何もかも目先の利益でね、やろうという、そういう風潮に我々が侵されてしまったのは、我々は日本という国の自尊心を失ってしまったからに、他ならないんですね。何を言ってきたか、アメリカは何と言おうと。日本の方が歴史があるんだから、
あなたたちの言ってることを否定はしないしね、尊重するけれども、我々は我々のやり方でやらせていただきます。なんだろうね、あなたたちが分かんないことをね、我々が教えましょうかっていうね、そういう日本にならないと。そういう政治作らないといけないですね。だからそういう政治作りに向けて、今日もね、暑い中、本当にありがとうございました。途中、YouTuber の方々には、ご自身のチャンネルを守るためにですね、部分は無制にするか、削除にしていただくことを重ねてですね、なぜこの私がこういうことを最後に言わなきゃいけないのかというところにも、今私たちが直面している大きな問題があるということで、この問題をみんなで知って、そして子どもたちにいいね日本を残しましょう。皆さんでどうもありがとうございました。